2020年1月24日金曜日、公開用の投資戦略アップデートです。今回は1、新型コロナウイルス肺炎で本流加速。2、疫病被害は新興国と先進国で大きく違う。3、それでも下がらない米国株。こんな感じです。はい、世の中は本当に大変なことになっていてですね、中国でね、この新型コロナウイルスが流行ってたというんで、症状が肺炎が激しいんで、ちょっとね、新型肺炎とか、言われるようになってきています。で、本当報道によると、昨日ね、死者16人、17人と言われてたのが26人になって、ちょっと大変なことになってるなと思います。でその感染者が昨日の発表から259人増えて330人という話で、これとこの死者の数を比べると、例えば 3% だとかそういう単純計算なんですけれども、こういう疫病ってガーッと感染者が増えて遅れて死者増えていくんで、まだまだ油断できないなという感じがしています。ただ一方で本当に面白いなと思うのが、これで中国株だとか人民元が下がったんですよね。どれを見ましょうかね。ちょっと今日なんか春節休み入ってるんですけども、昨日上海は3%近く下げてますし、これですね、人民元も反落したんですよね。このトントントンというふうに、今まで調子よく上がっていたのが、例の何ですか、米中合意第1弾サインした後、トントントンとこの何ですか、コロナウイルスで下げているという状況です。で、チャートで見ると、こっちからまず見ますかね。アメリカ株はね、しかし本当に恐ろしいことに、世界中から資金が集まってきていて、ほとんど下げてないんですよ。こんな感じですよ。ほとんど下げてない。でも中国株が下げていて、相対的には通貨も下げてますからね。この水色が上海なんですけれども、アメリカ SP500 との相対指数ではちょっとね、もう安値をキュンと下がって安値をブレイクしつつある。そして、香港も同様ですよね。香港ちょっと、でも、なんか報道が緩んで戻ってたのがやっぱりこう下がってると、ついでにそれで新興国も下がってるというような状況ですね。で、そのおかげでね、これで本流が加速して、ちょっと不謹慎なんですけど、弊社のパフォーマンスはすごくいいんですよ。今月もう 20% 近くプラスなんですけれども、一部のあれは、これはですね、多分コロナウイルスがなくてもちょっと、本流、円高リスクオフになりそうだったんで、タイミングとしてはそうだなという、極めて自然だなと思ってます。でそれに加えて、この疫病っていうのはですね、疫病の被害って新興国と先進国で大きく違うんですよね。だから中国でえらいことになってるって言っても、新興国ではまだじゃないですか。じゃあ遅れてひどい目に遭うかっていうとですね、意外とそうじゃなかったりするんです。もちろんウイルスが変異したりするともうバイオハザードみたいになっちゃうんですけれども、新興国でえらいことになってるからといって先進国も同じように、例えば致死率 3% になる、 3% やそれ以上になるとは限らない。むしろその可能性は低いということですね。でそれはなんでそんなことをあんた自信持って言い切れるんですかっていう思うかもしれないんですけども、弊社は実はその約5年前にですね、エボラのあれをやってるんですよ。もうちょうどですね、2014年10月ですから、もう5年ちょっと経ってるんですよね。で、緊急セミナーをやって、この時すごい大反響だったんですよね。普段の2倍から3倍の人入ったんですけれども、これを開催したときは、もうパンデミックになったら集まらずにオンラインでやりますぐらい私はこうビビってたんですね。ビビってたというか、もうやばいと思ってたんですね。ところがその後の情報を集めていくと、例えばその日本でも2人ぐらいその感染者出たんですけれども、死なないんですよね。割とすぐ治ってしまった。で、アビガンとかね、その薬もあったんですけれども、根本的な理由はですね、ちょっと会員さん向けに緊急メールも送ったんですけれどもですね、新興国では死亡率が高い病気も先進国だと
意外と軽く済むと。なんでかというと、薬を飲んで水分や栄養をとって安静にしてれば治ってしまうんですよね、まあ、エボラなんかそうだったんです。ところが新興国ではそもそも薬がない、薬が高い、そして貧しいから栄養を取れない、で清潔にしていろって言われても水がないとかですね、水があっても汚れてる、 あるいはその、貧しいからとか知識がないからですけども、医療機器や寝具を使い回しをする、それでもどん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 広がっていくわけですよね。で、この時のエボラはもう西アフリカって仮想の風習がなくて土葬しちゃうんですよね、エボラ患者を。そうするとあのお墓掘った人だとか、まあ、たまたま掘り返した人だとか通りかかった人がまた移るわけですよ。でその、ね、向こうはコウモリを食べたりする習慣があるので、まあ、それでなかなかこうエボラが減らないと、あのコウモリだとかがもう、慢性的に、ね、エボラウイルスを持ってしまって、猿食べればもちろん危ないですけれども、コウモリが、ね、ずっと持ち続けて、コウモリはエボラで死んだりしないんで人間や猿に移すという、いうサイクルが出来上がってしまってるそうです。なので実は先進国ってかなりその先進国の衛生環境ってかなり強靭でですね、我々が普通にやってる、例えばマスクをします、こう綺麗な水で帰ったら手を洗いましょう、うがいをしましょうっていうのは、これがねものすごい効くわけですよ。で、ところが先進興国はそうじゃないので、先進国で抑えられる病気ももうパンデミックみたいになっちゃうわけですよね。でもう結局この時のエボラも、エボラその後にもね、あのコンゴだとかでまたアウトブレイクしてるんですけれども、5年前の西アフリカのエボラはですね、現地政府は全然ダメだったわけですよ。病院襲われちゃったりしてね、エボラってないんだって言って、なんか入院させてる患者は殺されるぞって、病気で死ぬんですけれども、彼らは病院に入ったら西洋人に殺されるとか言って奪還に行くわけです。それでこう広がってしまうと、もうそれじゃしょうがないんで、英米普通、まあ、それぞれの、まあ、3カ国ぐらいが主に広がってたわけですけども、シレラレオネだとか何でしたっけ、あれギニアとリベリアでしたかね、3カ国それぞれの宗主国が軍隊を送り込んで医療施設を作ってようやく抑え込んだんですよね。まあ、ことほどさように先進国と新興国って差があるんですよ。で、平和な時には新興国からね、先進国から新興国に投資が行って生産拠点が移るんで、まるでこうもうちょっとで先進国に追いつくぞっていう夢が語られるんですけれども、やっぱりどっかの時点でそのなんというか脆さが出てしまうんですね。疫病はその一つです。で、SARS はもう20年近く前になるんですね。2002年から2003年に、まあ、8000人が発症し、死亡率もう 10% 近く死んだわけですよ。800人も死んだわけです。MERS は2012年から中東でやって、まあこれもう 34-45% って恐ろしいわけですよ。ところがあんまり先進国には来なかったですね。で死んでないと。でこれはもう本当にね、衛生状態の違いとしか言いようがないと思います。で翻ってそのまあ、SARS も中国でしたけれども、中国ってまあなんというかいろんなものを食べたり一緒に住んだりするんですよね。で毎年のようにこう新型インフルエンザって香港何型って言うじゃないですか。まあ一種その疫病の本場なんですよね。まあ、アヒルやガチョウが豚と一緒に飼われてるんで、そこでまあ毎年のように新型インフルが出てるということですね。今回はですね、なんかまあこれちょっとある記事からなんですけれども、ヘビじゃねえかっていう話があってですね、まあ、ヘビ食べたりね、そのネズミ食べたりとかね、もう本当にいろんな、食材があるもんですから、それをねこう市場で生かしてこう見せたりしてるわけじゃないですか。まあ本当に、中国を抑え込めるのかなという感じです。で、まあ一番こう発生したのが武漢と言われてますけれども、我々の年代はこの中国の各都市って多分中国語を読みしてたんですよね。これ読むとね、ウーハンって読むんですよね。で、今武漢ってニュースで言ってるんですよね。
習近平さんをシー・ジンピンとか振り仮名振るのに、武漢をウーハンじゃなくて武漢って呼ぶのはね、すごい不思議なんですよ、ね、でも今本当にすごいなと思うのが、ウーハンどう発音するのか、まあ多分北京語の発音ですけども、ウーハン、ウーハン、ウーハン、小中学校で教わったウーハンっていうのはそんなに違ってないということですね。でもなんか今ニュースでは武漢と呼んでいます。で、武漢を中心に6都市、記事によってはですね 9都市だとか、ちょっとまあウェブのあれなんで私裏取ってないんですけども、あのニュース等で、まあ、どんどん封鎖広がってるということです。まあ、封鎖といっても、長距離バスとかね、長距離の電車とか飛行機がストップしてるんですけれども、でも、まあ、封鎖は封鎖ですよね。多分その人民解放軍が送られてきたりしてますから、だけどもうはっきり言ってもう春節休みに入ってて、中国中にね散らばってしまって、中国中にもう散らばってしまって、春節休みで海外に出てくるので、まあ、間違いなくね、発症者は各国で出ると思います。で、日本は割と人気の旅行先なんで、日本、先進国の中では日本が多分一番大きく出るでしょう。で、もう本当、それでね、その、日本の、で、その変異したり、その、衛生環境やその医療機関が破壊されないことを祈るばかりですよね。でそうなってる、仮に日本でそうなったとしたら、多分中国はもうとんでもないことになってるわけで、今まで以上にね、株価あるいは通貨的には厳しいことになってるのかなというふうに思います。で、まあ中国株が、すいません、日本、アメリカ株が下がらなくて新興国が下がってるおかげで、まあ弊社はね、申し訳ないですけどパフォーマンスはいいです。まあ狙ったわけじゃなくてたまたまですよね。ただその新興国と先進国の違いが如実にたまたまね、この病気によって如実に現れたというだけで、まあ普段から弊社が言ってることですよね。あの新興国には投資をするときは本当タイミングが難しくて、まあぶっ潰れた後だとか破綻した後だとか、そういう時がチャンスなんですけれども、なんですかね、大して変わらないときには、まあ、先進国が基本的にいいと思いますね。まあちょっと言い忘れましたけれども、弊社このなんですか、エボラでセミナーをやったときに、まあ、公共性が高かったんで半分だけね、こうセミナーのビデオを公開してるんですよ。会員さんはこの後半も、まあ、投資戦略がについて触れてるんで、後半投資戦略は会員さんだけなんですけれども、あの会員になればこの後半も見ることができるので、ぜひ見てください。そうですね、まあ前半のやつのリンクは貼っときますかね、この、あれの方に、何ですか、このブログの方に、ね、改めて貼っときますので、もし興味のある方は見てみてください。今回はちょっとエボラとは違う、SARS とか MERS の方に近いコロナウイルスなんですけれども、その先進国と新興国の、ね、衛生環境あるいはそういう衛生インフラの違いっていうのは参考になるんじゃないかなというふうに思います。頑張っていきます。以上です。